にちは、ゴブブのマリーです。では早速大事な煎茶を入れましょう。急須に 5g の茶葉を入れます。お湯は 130ml で75度です。はい、1分経ちましたのでお茶を注ぎます。うん、在来らしい、とても爽やかで甘くてさっぱりとした味わいです。在来種というのはお茶の種から自然の育ったお茶の木で、一株ずつ違う性格を持ったお茶の木なので、新芽の伸び方がよく様々で味と香りも混ざってます。なのでこのお茶は天然ブレンドのようなものですね。では皆さん、今日の動画も見ていただいてありがとうございます。バイバイ。Yeah, we are.